はい、こんにちは、おもちゃんねるんです。今回はね、かなりラフにちょっとこれいってみましょう。久しぶりにね、ちょっとなんかボロい詰め合わせみたいなのをリサイクルショップで買っちゃいました。はい、値段はね、699円です。で、なんかね、白い車ばっかりが入ってるんですよ。 JAL の車かな、全部 JAL なんですかね、これ。もうすごい、至る所に JAL、JAL って書いてあって、すごく気になってしまったんで買ってしまいました。まあ、外から見てね、明らかにちょっとボロボロなのは分かってたんですけど、コレクションを増やすという意味を込めまして、あえて勇気を出して買ってみました。さあ、ではお宝が眠ってるんでしょうか。ちょっと開けていって見てみたいと思います。どっから出たらいいんやろ。こっから行きましょうか。じゃあ、トミカとトミカじゃないようなやつといろんなものが混ざってるんで、一台一台見ていきたいと思います。まずこれから行ってみましょう。あ、これはまあそこそこいいんかな、大丈夫かな。あ、すげえ。あ、これはかなり古いですけど、トミカですね。ナンバーは38-50、トヨタ、メイドインチャイナ。おー、すごいね、これ。まあ、この辺のね、トミカに関する知識がね、ほぼほぼないので、皆さんにね、ぜひ教えていただきたいんですけども。さあ、これは何かのセットなんでしょうか。単品では多分ね、売られてはないとは思うんですけども、これ結構古いですよね。おー、でもすごいな。正直ね、状態はほんまに良くはないんですが、僕はこれ好きですね。なんかこれはこれでなんかちょっと感じが出てていいと言いますかね。さあさあ、では次行ってみましょう。これとね、なんか同じような感じの車が隣に乗ってるんですけども、これはなんだ。これは、あ、ウィリーですね。はあはあ、なるほど。あ、そっくりですね、さっきのやつと。あー、すごいすごい、本当に同じ形そのままで作ってるんじゃないかっていうような感じのミニカーになってます。ちょっとトミカのやつと見比べてみましょう。すごいスケール感がね、多分ね、ほぼほぼ同じですね。で、この階段のところのパーツとかも、まあ、若干はね、それは違うんですけども、大きさは一緒ですね。横で比べるとこんな感じ。すごくね、細かいところまで似ておりましてね、この階段の下の荷台のところですね、ここの構成具合とかもほぼほぼ同じですね。なるほどね。でもね、なんか質感で言うとね、やはりちょっとトミカの方が軍配が上がるかなと、そんな感じはします。あと忘れておりました、トミカの方ね、サスペンションがついてます。で、なんかそんな感じの組み合わせがその後ろにもありますね。こっちが、これがウィリーで、こっちが、この方が、これは、あ、トミカですね。じゃあちょっとトミカの方から見ていきましょう。はい、まずくるりとこんな感じです。綺麗すぎず、汚れすぎず、程よい中古感が漂っております JAL の車でございます。裏面は当然トミカと書いてますね。 JAL の文字のところはね、シールなんですけども、中古でありがちなこう剥がれて汚いとかは特にないんで、この辺は良かったですね。で、ギミックとかはあんのか。おー、外れた。あ、すげえ。おー、びっくりした。あ、上がるのね、これ。おー、一気にテンション上がりました。かっこいい、これ。すごい。上がっちゃうんや。おー。なんかもうこれだけでちょっと得した気分になりますね。で、これも特にちょっとナンバーとか書いてないんで、詳しい情報わからないんですけども、まあ、もしわかる方いらっしゃったら、ぜひとも教えていただきたいです。お願いします。で、こっちが、何のやつかね、これは。あ、これもウィリーの分ですね。なるほど、トミカ、ウィリー、トミカ、ウィリーの順番で来てますけども、まあ使用感はいいとして、ちょっと先ほどの車と構造が若干違うのかな。荷台のデザインとかね、ちょっとかっこいいですね。こっちの方がジャパンエアラインって書いてて、ね、で、後ろはこんな感じで、反対側も同じようなデザイン。ちょっとこの辺ボロいかな。うん、なかなかね、これもね、リアルに近いボロさが出ておりまして、いい中古ですね。で、このウィリーも上がるのかな。よし、おー、上がった。おー、ほほ、いいですな、いいですな。おー、さすが。ちょっとトミカのやつと比べてみましょう。上がる高さはね、同じぐらいです。で、ギミックの作りもね、ほぼほぼ同じです。どちらが先に出てどちらが後なんかはちょっとわからないんですが、ここまで似ちゃうかというような構造になってますね。まあ、この荷台を上げるという構造自体がおそらくもうほぼ基本的な形一緒なんですよね。でもどちらもかっこいい感じで、荷台が上がる車で良かったですね。なかなかいい絵。おー、いいっすね。これはよろしい。空港とか行ったらこんな感じなんですかね。あまりちょっと空港とか行かないんでわからないですけども、うん、この並びだけでも十分だ。おー、よかったよかった。いいっすね、 JAL。 すげえ、今までこういう車買ったことなかったんでね。で、次にこれ行ってみましょう。あー、若干ね、ボロいな。これはボロいぞ。なんだこれ。あ、トミカかと思ったらウィリーでしたね。
これは JAL のバスなんですかね、送迎バスだと思うんですけども、なかなかまあいい感じで使い込まれております。これ元々の持ち主激しく遊んじゃったか、おもちゃ箱にガチャガチャと入れてたか、どっちかだと思うんですけども、いい感じで塗装が剥げてますね。屋根の部分も少し小傷はございます。結構ね、でもこれかっこいいんでね、トミカバージョンもぜひ欲しいですね。これのあるんですかね。で続いてはこれはなんだら、ほい、物はウィーリーですね。ほう、何の車ですかこれは。なんか整備かなんかする車なんですかね。荷台のところがすごい構造になってますね。でタイヤが前は大きくて後ろはちっちゃいと。いいですね、特別な車感抜群ですね。これはすごい、どこを見たらどう見て運転するんですかこれ。運転席とかはないのかな、何かにつながって登場するパターンですかね。おお、かっこいい。でここなんか動きそうですね。動くのかな、上がる、上がった上がった上がった。おお、かっこいいかっこいい。でこっちも、こっちも上がる、上がった。お、すごい、並列になる、なるほど。おお、さあこれは何なんでしょうか。作業をする車、あ、よく見ればこれは運転席ではないのか、操縦席になるんですかね。なんかそれっぽいものがついてますね。おお、かっこいい。さあこれは飛行機の整備とかする車なんですかね。いいですね。ちなみにこの上にトミカ乗るのかな。あ、割と安定感ございます。すいません、これトミカじゃなかった、ウィリーでした。まあ一応一緒なんですけど、トミカも乗せちゃいましょう。乗りますね。なかなかナイスですねこれも。おお、本当に何の車かわからないので、ぜひ正式名称教えてください。さあネクストジャル、ネクストジャル行ってみましょう。これはこれなんだ。で多分ね、パッと見た感じこれ、こっちがこれ相方なんですよ。これもウィリーですね。でここで連結するように、きっとこのコンビのはず、あ逆やった、こうですね。なんてかっこ悪い。はい、こんな感じの車なんですけども、これなんかね、これなんか見たことあるんですけど、なんだ、なんでしょう、なんでしょう、何を運んでたんですかね。なんか知ってますよ、なんやったかな、本当に何でしたかな。これこれ同じように連結分がこの後ろにもあるんで、何個も付けれるような形になってるんでしょうね。というかこの前を引っ張ってるこの車、なかなかかっこいい構造になってますね。いいですね、この作業車感抜群のこの車、完全なるオープンカーです。すごい大きくね、JAL って書いてますし、ハンドルもなかなか大きいものがついてます。さあ本当に名称わからないよ、ぜひ教えてください、お願いします。で残りが2つ、これはなんか似たような感じの車が入っておりました。さあどっちがどっちでしょうか。あ、こっちがこれトミカですね。で反対側がウィリー。このね2台非常によく似てるんですけども、細かいところはちょっと違ってきますね。なので厳密的に言うと多分違うものが元に作られてるんでしょうね。じゃあちょっとトミカの方から見てみましょう。さあまず問題なのは、この車どちらが前なんですかね。くるりとこんな感じになってます。勝手な予想ですが、こちらが前ですか。なんかちょっとね、一段クッと上がったような感じの運転席みたいなのがありまして、これも非常に特殊な車、両サイドにはシールなんですけども、大きく JAL という文字が入ってますね。で車両に対してタイヤが非常に大きい、これはねかなり重たいものを運ぶ車なんでしょうね。でこの作業台といえるこの天井の部分はこんな感じになってます。んー、これも一体何なんでしょうか。でこの車ちゃんとサスペンションがついてます。続いてウィリーバージョン、少しだけね細かいところ比べると違ってきます。まず窓の色がですね、このトミカの方は黄色だったんですが、このウィリーバージョンは薄い青色になってますね。で横の部分の JAL の文字もちょっと上のところで控えめにプリントされてます。でくるっとこちら側、ウィリーバージョンはここの部分の窓が開いてませんね。トミカはこんな感じになってたんで、やはり少し違う車種なのかもしれませんね。で反対側もくるりと、こちら側も JAL と印刷されておりますね。でタイヤは同じように非常に大きい、でもサスペンションは残念ながらついてませんね。で作業台の方ですね、ここの部分も非常にトミカとよく似ておりますけど、やはりほんの少しの違いがございます。なので別物と言っといて大丈夫かなと。まあコメント欄で皆様のツッコミどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。本当に無知で申し訳ございません。はい、ということでね、今回はリサイクルショップで買ってきた JAL のミニカーの詰め合わせをね軽く紹介してみました。紹介と言いますか、まあぜひね皆様にいろいろと教えてもらいたくて今回動画にさせていただきました。
各車種の情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひともコメント欄で教えていただけたらありがたいです。ではでは、今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。さあ、次の動画ではこの辺いっときましょう。シューティングスターゴードンか、特別なトワイライトエクスプレス。では皆様ごきげんよう、さよなら、バイバイ。